言うまでもありません。四方海に囲まれた我が国で、経済だけでなくて、例えば仏教も海を渡ってやってきたわけでございまして、そういうまあ文化的、あるいは文明、そういったことすべて海の恩恵に預かっているということでございまして、まあ、この日がその何の日で休んでいるのか、最近の人はもう忘れているようなところでございまして、やはり7月の20日、この日が海の日だということで、何曜日であってもですね、国民が皆海の恩恵に感謝すると、そして、この重要性を思い起こす、そういう日に戻して、いただきたい。もちろん観光対策も大事だ、しっかりやらなきゃいかんと思いますが、これはもう別途しっかり、特に今の、サラリーマン働きすぎといいますか、休みは取れないわけでございます。だからこの辺は、経団連とかしっかりやらなきゃいかんと思いますが、そちらはそちらでやっていくということで、ぜひこの海の日は7月20日に戻していただくようにしたいと思います。すでに振興連盟の諸説方、いろいろと動いていただいておりますが、引き続き早期実現に向けてよろしくお願いいたします。